皆さん、こんにちは。今日のテーマは、現実世界と仮想世界の統合、バーチャルが見えるな世界に与える影響に関する考察です。どうぞよろしくお願いします。まずは研究時と目的について報告します。2019年から新型コロナウイルスによる感染爆発、世界は疫病の恐怖に包まれて、コロナ発展学業界が打撃を受けている中、BT 産業の発展は着実に伸びていることが分かりました。BT が新しいトレンドになる背景には強い支持力と引き付ける力があるはずなので、好奇心を持って研究しようと思っています。BT が世界にどのような影響を与え、新たなトレンドとしてどのような魅力を生み出すのか、この産業の背景にはどのくらいの経済効果と利益の弊害があるかを知らない人が多いため、以下の研究の目的を設計しました。次は授業内容の関連性です。日本文化という授業でクラスメートが日本の BT について紹介したので、基本的な認識があり、興味を持ちました。3年間で学んだ知識と技術を用いて本研究を完成させました。次は先導研究です。BT もともとは、キスナイが出した時に自分自身を指す言葉として使い始めた名詞でしたが、その後この残業が定義されているという名称に変化しました。動画録画、生放送、プロモーションなどは BT が良くしている仕事です。BT たちのアイデンティティはバーチャルキャスターだけでなく、他の仕事にも従事しています。BT には様々なタイプがあります。例えば、ゲームが好きな BT はゲームを中心にする生放送をしています。BT 時代のキャラクター性、定等の中の人の性格や特徴を組み合わせて、BT は誰もが人気になります。2019年からコロナに襲われ、BT 産業はコロナの影響で衰退するのではなく、ますます発達していきました。そして多くの国も BT 産業のビジネスチャンスを狙っており、異なる国や結構の BT を発展させ、BT という産業を世界に向かわせています。ファンマーケティングは上昇志向の一つであり、上昇志向はファンがこの BT を好むことで利益に転換しやすいということです。近年、日本の加工大手企業は BT と協力しています。例えば、日本の食品メーカーである日清は、コロナウイルスと BT と協力し、カレーライスのセットを発売し、また100万人と1000個を販売し、即完売状態でした。次は研究方法です。資料をまとめて、検討したい問題を理解するために、日本人と台湾人の BT を対象にして、インタビューを行って、ファンの視点からアンケートを行いました。次はインタビュー調査結果の分析です。なぜ言葉がビリになった理由は、個性や楽しくてファンの入り付け、独自性を保ちます。ビリにとってファンはこの仕事をやり続けて無限動力です。さらに、ビリがファンの命を救うことができます。両立のように、ファンとビリはお互いに影響を与えていることがわかります。次はアンケート調査結果の分析です。グラフ2から見ると、実 45% のファンはビリを見つめるのはコロナ感染爆発の時期からです。3つのグラフを比較してみると、多くのファンは時間を使って、映画を見る商品を買うとして、ビキをサポートします。ファンもビキ選定を手伝うことは、映画から出た結果と同じです。3つのグラフを比較してみると、ビキとはただの娯楽なだけでなく、ファンにとってビキは信念を与える人です。グラフ9から見ると、実用性が高いと、知名度が高い商品を選んで購入するファンが多いとのことです。インタビューで、ビキが飲めないように、どちらも、家事一家が大切だと考えていることがわかります。2つのグラフを比較してみると、ビリたちは価格ケースの発展に伴い、重ねになっていると同時に、アグのある批判も恐れています。ハラスメントをされる恐れもあります。メリットは仕事を身分に限らないことと、労働時間を自由に決めることと、プライバシーを保護することがわかりました。このスワードグラフはさっき分析した内容のまとめです。次は結論です。1BT は個性と存続縮定ファンを引き付け、価格と技術の発展に伴い盛んになっていることが分かりました。楽しみながら、学習するような方法で生活に進行の子は、現実世界と仮想世界の統合ようなものです。2、ファンが時間とお金をかけて BT をサポートしており、文献に述べた通りに、BT がもたらす経済効果が大きいことが分かりました。3. テクノロジーによって BT が大ブレイクすると同時に BT たちが悪意のある批判や長時間のパソコンが急による職業的ダメージに立ち向かわなければなりません。提言1現在 BT 市場が飽和状態となる中、価格技術の発展に従って設備技術を発展させ、時間とともに前進しなければなりません。2調査結果によって世論のストレスに関する回答が見られ、精神力の強さも十分でなければなりません。
3、VT 各国の商品を開発する際には実用性が高いと記念価値が高いを合わせれば、より大きなビジネスチャンスをもたらすかもしれません。4、調査結果には VT の影響を受けて言語学習の進歩が見られ、日本語学習者として VT は言語学習に役立つというメリットがあると言えることが分かりました。これは次のテーマにしたいと考えています。最後は参考文献です。以上です。ご清聴ありがとうございました。